してたな。いい子してたの、デクちゃん。いい子してたね。わあ、ゆるお利口さん。と一応買ってきたあのアイテムがこれになるんですけど、と1,2,3,4,5,6 アイテムですね。と基本的にあの抜けが抜けあの基本的には家では服は着せてるんですけど、ちょっと今は着てないですね。でこのドットとボーダーの服は抜け毛対策で買ってきたやつなんですけど、これはあのもう散歩行くのに寒いんで、ダウンジャケット初めて買ってみました。あとこの恐竜とこのポリスのやつはちょっとただ着せたくて買ったって感じです。ちょっとこれめちゃめちゃ可愛くて、こう尻尾もちゃんとあって、こう後ろ足も全部入るやつなんですけど、なんで買ったかって気に入ったかっていうと、このフードのところがちょっとこう耳が入るんで、ちょっとかぶせたくて買いました。ワンちゃん の, あの服が売ってるお店の店員さんがフレンチブルドッグ飼ってるって言ってて、その人があの12キロのフルブル飼ってるって言ってて、このサイズでいけるよって言われて、なんか何サイズか忘れた、あ、LL サイズですね、LL サイズでこれは買ってきました。でこれはなんかよく海外のインスタ、あ、これもよだれついちゃってますけど海外のインスタとかでよく見るやつで、これちょっと見た瞬間も絶対買おうと思ってすぐ買っちゃいました。あとはこれなんですけど、これ多分犬用じゃなくて赤ちゃん用、人間の赤ちゃんにつけるやつなんですけど、多分デクちょっと顔大きめなんで普通の赤ちゃん用でも合うかなと思って、で結構カエル好きなんでちょっとこれもつけたくて買ってきました。これ多分600円とか700円ぐらいやった気がします。これでくっつけてみようか。これ切る？はい。手。いいじゃん。あと韓国で買ったのが、フェレットグッズは全然なくって、お土産どうしようかなと思ったんですけど、韓国のダイソーがめちゃめちゃよくって、あの100円商品ではないんですけど、あの日本でも200円商品とか300円とか500円商品とかたまにあるじゃないですか。だからあれの感じで、こういう
こう猫ちゃんが入るトンネルみたいなやつをちょっとポン酢とつくねに買ってきました。あとはこういうカエルのおもちゃ、多分音もあるんですけど、これも300円ぐらいです。あとタブついてるから後で取るわな。で結構こういう紐系とか長いおもちゃデックちゃんめっちゃ好きなんで、でこれもいろんなところで音が鳴るようになってます。カエルばっかりやな。これヘビかな。これはでもちょっとやっぱ大きいんで、これ500円ぐらいですね。あとはなんかこれ引っ張り合いするのにちょうどいいかなと思って、これもまた音鳴るやつなんですけど、あ音鳴らんかな、あここや、音ところどころで鳴るみたい。でこれは安かったんで200円ぐらいです。どう？これ使えそう？うん。だからちょっとペット系のおもちゃはそんなに安くなかったんですけど、ダイソー行ったら結構300円とか200円とかちょっと高くて500円とかで売ってるので、韓国のダイソーでおもちゃ買うのはちょっとおすすめです。リク、ちょうだい。